車がないと多分死んじゃいますね。もしもし。多分あんま覚えてないんですけど、物心がついた時から車が好きで、自分の父親も車が好きだったんで、おそらくその影響だと思います。私の名前は森隆です。車はスカイラインの ER34 2ドアに乗ってます。2007年、だから11年前ですね。まずは日産の車が好きですね。その中でも子供の頃からスカイラインが一番好きですね。で、前に33の4ドアに乗ってて、で次に何買おうかなと思った時に34にしました。あまり他の人が乗ってなかったから。ドリフトをやりたかったので FR の車が欲しかったから、 GTR は選択肢に入らなかったですね。車が興味がなければ純正が一番いいと思いますけど、やっぱり人と同じが嫌ですね。だからどうやったら人と同じにならないか、人と被らないかを考えていつもカスタムしてます。もうほとんどフルチューンです。もう他にやるとこがない。エンジン壊れてオーバーホールするときにタービンも変えてます。ロールゲージと、それからまあ内装も全部ベージュが好きなので、全部内装はベージュの革、本物じゃないですけどフェイクレザーにしてます。前はフロントは鉄板を溶接してワイドにしてます。それから後ろはクロスファクトリーっていうところの FRP のフェンダーをつけてます。 HRE っていうアメリカのブランドのやつを選んでます。一番大きいのは前がドリフトでサーキットでぶつけてます。何回も。奥さんは好きじゃない。子供はきっと好きだと思います。この車はできれば売りたくないですね。なので今海外にいますけど、まあ何年後かに帰ってきたらもう一台家族用の車を買いたい。カスタムもちょっとするかもしれない。そうですね、最近の若い人はあんまり車に興味がないっていうのを聞きますし、あんまり若い人が車持ってるって聞かないですね。なんでもう少し若い人にも興味を持ってもらって、スポーツカーとか買ってもらうと、もっとメーカーも面白い車を作ってくれると思うんですよね。あとみんな最近はハイブリッドカーとかエコカーにみんな興味とかが言ってますけど、まあそれも一つのエコだけど、古い車を大事に乗って乗るというのも一つのエコじゃないかなと思ってます。